こんばんは。ようこそ初耳階段へ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。お願いいたします。さあでは本日もスペシャルゲストの方、来ていただいております。井山良吉さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。2冠すごいすごいすごい。いやもうハードルが上がる一方で怖いんですよ。もうさあ井山さんというとね、やっぱりまあもう芸人でもあられて吉本興業というねところなんですけども、はい、まあ怪談好きじゃないですか。そうですね。もうなんか怪談でコミュニケーションを取ってますもんね。ずっとそうなんですよ僕は。だから同期からもあいつちょっと気持ち悪いって言われたことがあって楽屋でもずっとなんかあの劇場なんかでもその休憩場で井山さん来ると怪談話すからみんな全然休憩できないって話ね。あの近寄ってくる芸人は好きなんですよ、はい、離れる芸人は怪談嫌いなんですよね。分かれるんですよそこで。でも本当好きじゃないですか、はい、そもそもなんでこの怪談が好きになったっていうきっかけなんだったんですか。もうずっと幼少期からそういう怪談とかは好きだったんですよね。でその自分が芸人になってから怪談仕事するなんて思ってもなかったんですけども、もう今からほんとちょうど10年ぐらい前ですかね、あの先輩の亜美さんっていう方と知り合って、うん、でそこで怪談の仕事できるんだってなってからずっと今に至るみたいな感じです。それまでやってなかったんです。そうですね、2年目3年目まではただ楽屋で怪談を喋る人でした。でも当時からよく共演させてもらってたじゃないですか、イベントとかで、はい、時になんてこの語り口が軽妙ですげえ上手な人いるなって思ってたんですけど。いやもう僕シンプルにコミュ障なんですよ。なのでこう喋っててなんか、あ今この人僕に興味ないなみたいな空気が分かっちゃうんですよね。だから階段喋ってるとまだ聞いてくれる感があったんで、そこだけずっと頑張ったって感じですよ、ね、この喋り方じゃ聞いてくれないんだとかをいろいろやりながら今に至るって感じです。そんなことがこうね糧になってこうね身になってやっぱり今がこう作り上げられるわけですよね。本当転職。そうですね、もう死ぬまでやりますよ。なんか聞いてますちょっとね。なんか3人今興味ある顔してますよ、ね、あのしてないんです。僕喋りながら思ったんですよ、あもう今聞いてないの。バレてるんですか。バレてるんですか、やめてください。バレすごいなやっぱり。僕も井山さんと結構ねあの付き合い長いんですけど、うん、あの割とずっと怪談話してるんで僕コミュ障と思ったことないですね。怪談だけだとちょっと頑張れる、はいはいはい、それ抜くともう何も喋れないです。確かに怪談以外の井山くん何も知らない。あの井山とうちのモーモーさんが喋ってるのはあの2人とも側だけの話で攻防ある側だけ何の色にもない、ね、キュッとしたら何もないよ、ね、もないです。お互い何喋っていいか分からない。お互いねとりあえずこの話でいいかなみたいな感じで。で最近はどんな活動がまた増えてきてるんですか。最近はもうずっといまだにその怪談バーのスリラーナイトということが働いてるんですけども、エースでも大エースですよね、うん、あちこちあの今月だけで福岡にも行きましたし、僕今朝まで北海道いましたから、あのいろんなところで怪談を喋る機会が増えて、ただもう喋りすぎてその自分が今どこにいるか分かんなくなって、ここ今何県なんですかここ東京都東京都のスタジオにやってる感じでそんな風に、はい、何本ぐらい階段ってもじゃあ自分の YouTube に上げたのは今190本ぐらいなんですけども、上げてないのもあるんで多分200本以上はありますね。あのスリラーナイトでもね、あの千佳さん共演されていたっていう仲間でもあるんですけど、やっぱ井山さんの魅力ってどの辺に感じてました。ないです。魅力で笑うない。いやあの変態です。変態階段をニヤニヤ喋る本当楽しくて仕方がないっていう感じで、最初本当に来た時はスリラーナイトのステージのある種ルールがあるんですけど、それが多分まだつかめてない時だったんで、ずっとニヤニヤしながら何してんの、こういう感じで階段を喋ってたんですよ。断じりしてませんか。それをあのロックさんとか店長、当時の店長とかがちょっといろいろとアドバイスをするようになって、1年足らずでもう全然違うんですよ。もううわーっていうぐらい圧倒されるくらい、もうなんか急にガーッといって、はあすごい本当に好きなんだなっていうのが聞いてて伝わってくるので、うん、であのニヤニヤしてるのに突然ものすごい怖いワードぶっ込んできたりもするから、もう絶対ライブで見た方がいいなって。一個だけ言いたいのは、僕ずっとこの10年ぐらい会になってますけど、ニヤニヤしたつもりないんですよ僕は。一人一人してる。りょうちゃんと響さんはニヤニヤしながら会いだ、うん、二人と
でも確かになんか妙なシンパシーは僕はありましたね、確かに。そんな気ないですけどね、楽しくて。この前のね、怪談フェスティバル2024はもう本当にすごいメンバー、うん、本当にもう怪談だね、怪談トップランナーたちがこう集まったような、あの大会でね、もう優勝っていうことがね、成績でしたから。もうやばかったですよ、もう本当。その1回戦のまあ、ブロックがあるんですけど、僕と、翔平さんと大竹さんと村上ロックさんだったんで、もうすごい、この皆さんに勝ったってことはもう優勝までいかないとって感じで無我夢中でやりましたね。吉田優輝さんを破り、ね、決勝では山優さんとも戦ってっていう中ですからね、決勝モーモーさんもいらっしゃいました。モーモーさん決勝に行って、あ、そう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 、ね、今名前出てこなかったっていうことで、まだ存在感なかった同じブロックじゃなかったモーモーさん敗者復活だから決勝です。ね、だからボンボさん本当決勝で負けるって多いですよ、ね、多いですね最後取れないんです頑張って、はい、おめでとうございました、はい、とんでもないです、はい、では続いてのコーナー参りましょう。初耳怪談ファーストテイクです。ここからですね、怪談師の方に初出しの怪談を一発撮りで披露していただく初耳怪談ファーストテイクなんですが、本日怪談を披露していただくのはもちろん井山良吉さんです。お願いいたします。ここで下手そうお願いいたします。あ、なんかいいですね、格好がなんかステージに合うっていうか。あ、うん、さあでは井山さん、準備の方よろしいでしょうか。はい、本日はなんとご本人持ち込みの初おろしの怪談披露していただけるそうです。ありがとうございます。それでは井山良吉さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの、これはですね、僕が今働いてる怪談バースリラナイトに来てくれたあるお客様から聞いた話なんですよ。泉さんという女性でしてね、まだ若い女性なんです、可愛い方だった。で、この女性が1年ぐらい前なんですけどね、下板橋に住んでいたというんですよ。これ池袋から東武東上線で5分目のとこなんですね。で、ある日のこと、この泉さん友達と5人ぐらいで池袋で朝まで飲んでいたと。で、結構酔っ払って、で、始発で帰ろうってなった。で、泉さんはそのまま東武東上線のとこに乗って、始発なんで結構先に電車が待ってるわけです。始発の電車に乗り込むと出発まで10分ぐらい時間があったと。で、ガラガラなんですよね。で、人との席に座ってぼーっとしてると、あれ？って思うんです。この車両自分しかいなかったはずなのに、いつの間にか目の前の席におじさんが座ってるって言うんですよ。なんだろうこの人って思って、で、妙なんですよね。この男性、青いチェックを着てずっと自分のことじっと見てるって言うんです。気になるなと思って。ただこの泉さん、ちょっと変わった方でもあるんですよ。このじっと見つめてるいつの間にかいたおじさんを笑わそうと思ったっていうんですね。変顔しようと思ってちょっと口をクーとかやったりとかいろいろやるんですけど、全く笑わないでずっと自分のことをじっとと見てるって言うんです。え？と思った時に、じっと見てる以上にこのおじさんなんかがおかしいって違和感を覚える。なんだと思った時に、あっと思って、瞬き一切してないんですよ。ずっと自分のことを見てるんです。え、こいつ何？と思った時に、やっと電車が出発したわけです。で、5分くらいで下板橋に着くんですね。着いてどっちのドアが開くだろうなと思った時に、共にこの泉さんもおじさんもドアの横の席に座ってるんですが、よりにもよってそのおじさんの横のドアが開いちゃった、うん、わ、一回立ち上がってあのおじさんに近づかないといけないなと思って、泉が立ち上がって歩くと、自分のことをじっとそのおじさん目で追ってるんですよね。やっぱり瞬きしないで、やがて電車を降りて後ろでプシューってドアが閉まる音がする。で、しばらく歩いて振り返ると、そのおじさん窓越しにやっぱ自分のことをじっと見てるんです。そのまま次の大山駅の方まで向かっていった。変なおじさんいたなと思いながら、この泉さんは下板橋の改札を抜けるんです。で、近くにコンビニがありましたね。そこでちょっとお水でも飲もうと思ってコンビニに歩くと、え？と思って、コンビニの前に誰か立ってる。それがさっきのおじさんだったって言うんですよ。同じ格好、青いチェック着てじっと自分のこと見てる。なんで？さっき電車でいたのになんでここにいるの？と思って、じっと見てるのがやっぱ気持ち悪くて、その日はコンビニ行けなかったと。で、すぐに家に帰ったっていう体験があるっていうんですね。で、泉さん、こういうことがあったんですけど、まあ後にこの下板橋から池袋に引っ越してくる。で、この間にすっかりその出来事は忘れちゃったっていうんですよ。
ただもう3ヶ月前のことらしいんですけどね、この泉さん今は池袋のマンションの5階に住んでらっしゃる。深夜ちょっと喉が渇いちゃってジュース飲みたいなと思った。冷蔵庫にジュースないんですよ。ちょっと外に買いに行くかと思ってコンビニまでは結構歩くんですね。でもこのマンション1階エントランス出たらすぐそこに自動販売機がある、ここでジュースを買おうと思ってその自販機にジュースを買いに行く、うん、オートロックのマンションなんで鍵を持ってでエレベーター降りていって1階に着く。エントランス抜けてすぐそこに自販機がある。ジュースを買うんですよ。でその間誰も通らなかったんですが、そのままマンション戻ってオートロックかざしてエレベーター乗って5階に着いて5階の廊下出た瞬間うわっと思うんです。自分の部屋の前に誰か立ってる。それが青いチェック着たあのおじさんだったんですよ、ね、で自分のことエレベーター出たから自分のことじっと見てる。あ、泉さん尻餅ついたって言うんですよ。すぐに記憶思い出して、あのおじさんだ、電車で見て急に移動したあのおじさんだと思って、なんで家の前にいるのと思って、その間にエレベーターどっか行っちゃったんです。下に降りちゃった。わ、どうしようって時にもう尻餅つきながらなんとか階段の方までこの泉さんは逃げたっていうんですよね。でそこから階段でずっと1階まで降りて外に出るんです。でそのままずっと見て警察に連絡しようかなと思ったんですけど、いまいちなんて言ってか分かんないですよね。で時間が経ってもそのおじさん降りてこないんですが、そのまま結構時間経ってからエレベーター乗って5階に上がるともうそのおじさんいなかった。そこで自分の部屋に戻ったっていう体験談を僕に話してくれたんですよね。ただ泉さんこの話を僕に一コアとして喋ったんですよ。いやまあさ一コアの話探してないですよね、私こういう一コアの体験があってって言うんで、僕これ聞いた感想率直にこれ一コアじゃないでしょと思ったんですよ。だって明らかに瞬間移動してるし、引っ越した自分の家の前にいたし、でいつの前か消えてるし、いや泉さんこれ一コアじゃないですよ、絶対幽霊ですよって言うと、いや一コアです、これ一コアなんですって堅くなにずっと言うんです。いや一コアじゃないですって言うと泉さんが、これは井山さん一コアじゃないと困るんですって言うんです。なんでですかって言うと、だって最初は私がよく使ってる路線の電車であったんですよ。で次に私がよく行くコンビニの前であったんですよ。で次は私の家の前であったんですよ。もしあれが幽霊だったら次は私の家の中に出るんです。だからこれは一コアじゃないと困るんですって言って泉さん帰られた。それ以来泉さんお店に来てないんですよね。今一体どうなったのか気になります。そういうお話でした。ありがとうございました。嫌な後味というか、普通考えたらね一コアの方が怖いじゃんとかね思うんですが、一コアじゃないと困るんですっていうね、そういうことかっていう。次は家だってやっぱもう確実になってるらしくて、近づいてきてますもんね。絶対あれは幽霊だってほしくて人なんですって堅くなに言ってましたね。だって瞬き一切しない時点でもうね幽霊じゃんってやっぱ思っちゃったりもするんですけどもね。いや幽霊でも嫌だなっていうね最後のところで正直思いますけどね。なんかそのアクションというかもっとアクションなかったんですかね。次家の中じゃないですか。なんか幽霊たちってその中途半端なアクションしかしてこないじゃないですか、こう見てるだけとか。でなんかされてんねやったら家の中入ってきたらいよいよ命取られるとか怪我するとか、それやったらすごい怯えるの分かるんですけど、メリーさんみたいな話で僕思ったんですよ。なんかだんだん近づいてくるし、でも何かをやってるわけじゃない、ただじっと見てるだけなんですよ。でも確実に距離が縮まってきてる。目的なんなんですかね。そうなんですよ。すごいこうずっとだって電車の中からもこうやってこうやって見るぐらい。で僕は何回かね幽霊見たことがあるからなのか、人の方が怖い。この話はこの話、人の方が怖いですね。聞いてても、いやそう、人の方がやだ。人も入るしな。そう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 。
でもどっちにしろ変な移動をしてるんで、電車で移動したのにもうコンビニの前にいるんで、まあまあね、移動してるんですけど、うん、どっちにしろ嫌ですよ、だから同じような人がいっぱいいて、うん、みんなに見られてるのか分かんないですけど、最後一コマじゃないと困るんですっていうのが、これ仮にですけど、その体験者の方が明らかにこれもう人じゃないなって思ってたら、もう最初から一コマの可能性っていうのがその本人の中でなくなるじゃないですか。でも一コマじゃないと困るんですってことは、それぐらいくっきり見えたってことですね。そう、さっきのチェックのシャツとか、 かなりディテールが非常に詳細じゃないですか、こうすごく描写が、どっかで本当に人かもしれないっていうぐらいにくっきり見えたんで、やっぱ一コマであってほしいっていう可能性っていうのも自分の中にあるっていう。でも確かにどっちも怖いですよね。どっちも怖い、ね、この話を聞いてコメント欄に、幽霊であってほしいか一コマであってほしいかとか皆さんアンケート取ってみたいぐらいの、アンケート、はい、人の方が嫌だな、まあ、実害がありそうだからね、やっぱり僕みたいにやっぱ幽霊見たことない人からすると、もう幽霊っていうショックもやっぱ怖いなって気持ちも分かるんですよ。あの人だったら一応玄関鍵閉めれば入れないですけど、幽霊だったらみたいな。あ、そういうことか。そういう玄関閉めたら入ってこれない人間が部屋に入ってたらの方が怖くないですか？怖いですね。あ、それはそれで怖いです。なんでってなるじゃん。ただまあやっぱ人怖じゃないと困るんですって言ってる時点でもう幽霊だってもう9割方もう思ってるってことですよね。だから本当に人だと思ったらもう怖いと思ってるけど、あ、人じゃないっていうそこの恐怖心がないからこそそういうふうに言えるセリフかもしれないですね。まあそうですか、うん、僕ホテルで何回かドアガチャガチャってやられたことあるんですけど、どっちの方が怖いですか、幽霊と人？あ、ちょっと今日なんか怖い、やめて、なんかそういう急なやつとか、どっちが怖い？人の方が怖いよ。怪しいな、ね、そうですよね。そうなんですよ。だから俺のぞね、こう覗き穴あるじゃないですか、はい、あの確認するあの穴から覗いておっさんとかが立ってた方が怖っと思います。僕幼少期なんですけど、はい、あのまあ、母と僕しか家にいなくて日中だったんですけど、母が買い物に行く時に本来僕も行く予定だったんですけど、なんか喧嘩しちゃったんですよ。行かないって言って、あ、そうなの、じゃあ私行ってくるよって時に、じゃあ鍵かけてねって時に、もっと当時 3,4 歳ですけど、それも僕反発して鍵もかけないって叫んだんです。いや、もう危ないから鍵かけてね、鍵かけないって、じゃあもう行ってくるから私って、お母さん出てたんですよ。で鍵かけないって言ったけど、やっぱその防犯のあれはあるんで、でも鍵をかけたって音もお母さんに気づかれたくなくて、お母さんが買い物に行きました、30秒ぐらい経ってからゆっくりその鍵を持って音立てないように静かにこうカッチャンってかけた瞬間、ドアノブガチャガチャガチャ、時にえっと思って、これ今かけてなかったら開いたじゃんと思った時に、この瞬間ってこと、これはお母さんだよなって思いたいんですよ、うんうん、でも確かめれないんですよ、うん、でえっと思って、でしばらくしてお母さん帰ってきたんで、こういうことあったんだけどガチャガチャやったよねって言ったら、やってないよって言われて、うん、えじゃああれ、知らん、鍵かけないって叫んだのを聞いた何かが怖っ、間髪、それやっぱ人の方が怖い、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 いや、思った、だって俺たち車で来てるじゃないですか、はい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 、で夜ほらコインパーキング薄暗いでしょ、はい、であの乗ろうと思った時になんか助手席誰か座ってたとするじゃない、はい、知らないおっさん乗ってたら怖い、怖い、めちゃくちゃ怖い、いやいやいや、どうやって中入ったの。普通にこうやっていたらめっちゃ怖いね。やっぱそれやっぱ人の方が怖いよね。怖いですね。僕住んでた事故物件がそのガチャガチャ鳴るんですけど、もういろんな現象起きるからポルターガイストだって思ってたんですよ。あ、これもそうかって思ってて、すげえな霊現象って思ってたんですけど、それ後にあの近くで通り魔事件が起きて、その犯人っていうのがその部屋で殺人事件を犯した犯人だったっていうのが分かるんですけど、で そこ、まあ、住んでた住人が犯人だったんで、だこれ戻ってきてたガチャガチャの方が怖いなっていうのは、あ、前の住人が犯人だったってことでしょ。そうそうそう、だからその家に戻ってきてたっていう可能性の方が怖いよなっていう。そっか、あのガチャガチャもしかしたら、そのね、そうそうそう、実際に人を殺めた犯人だったが戻ってきた可能性があるっていう話なんですけど、でもそれやっぱ幽霊の方が怖くないなって思いましたもん。それはそれはね、やっぱ人の方が怖いわ。その人に幽霊が取り付いてたら最強ですよね。邪悪な発想しますよ。ド変態ついつい、ニヤニヤしてる。すごい話でしたね。すごい。え、井山さんね、小さい頃からなんか不思議な体験とかされてるんですか？そうですね、僕霊感みたいな力があるって。いや、自分にそんな霊感はないと思うんですけど、不思議な体験をしてて、どっちが先か分かんないですけど、その
幼少期、それこそ今のガチャガチャと同じぐらいの時期に幼少期なんですけど、母と僕と、まあ、兄貴がいて親父もいて、ちょっとカバーの字で寝てたんですよ。である日、僕昔から寝つき悪くて、なんか寝れないなと思った時、家族で一番寝つき悪いです、 3,4 歳の時から。時にボーって横見たら、横でお母さん寝てるんですけど、お母さんから、お母さんがこうスーって出てきたんですよ。え、お母さんからお母さんが、はい、幽体離脱みたいなのが本当に出てきたんですよ。ただ真っ黒い服着てるんですよ。でちょうどあの顔見えないんですよ、こう立ったんで後ろ姿しか見えない、横顔がギリ見えるぐらいなんですよ。僕それがすっごく怖くて、でこの顔見ちゃいけないって感覚的に分かるんです。でこれが消えないです、お母さんが出た、お母さんが何これ何これと思って、何回もこう布団ガバガバやる、でもずっといるんですけど、あるタイミングでいなくなったんです。ただいなくなったんですけど、お母さんからお母さん出たんで死んじゃったんじゃないかと思ったんですよ。魂抜けちゃったんじゃないかって。だからママママママってやったら、何って起きて、よかったって言って僕寝たんです。翌朝うちの、ね、母親からね、あの昨晩の良かったって何って言われた時に、夢じゃないって実証されちゃったんで、まあ、変なもの見たって、あそうか、ね、私を起こして良かったって言ったら何って言われて、いや実はお母さんからお母さん出たんだよっていう話をしました。でもなんかそれを後にも何回か言ったら、こういうことだったって言ったら、その母親その時すっごいなんか嫌いな人いたらしくて、まあ、生き量かもしれないよねって、生き量が出る瞬間を量は見たのかもしれない、生き量入ってたっていうのが嫌やね。いやだそうです。いやでも自分が飛ばしたって感じです、そう嫌いな人に対して、あ出ていく時、今まさに飛ばそう、飛ばす瞬間、サムロ行きますの瞬間、そうです、うわ母が生き量飛ばす瞬間を見たかもしれない。いやそれは怖い。それもありえますよね、実際生き量が出る瞬間を見たって話も聞いたことあるんで、まさに見てみたい。真っ黒い服でした、真っ黒い服だったっていうね、そこもなんかちょっと印象的ですよね。最近も不思議体験ってあるんですか。最近あの怖かったのが、その僕と南條さんとケイシさんっていう3人で数年前心霊スポット行く配信してたんですよ。南條さん、南條さんって方がいて、あとケイシさんって方いるんですけども、はい、でまあ、階段の語り手の方なんですけども、はいはい、心霊スポット回る配信をアミさんのチャンネルか何かでしていて、そのメンバーで久々に今年も行きましょうとなったんですよ。もうこれはもう配信もせず、ただもう思い思いに、ただこのメンバー、あの時のメンバーでちょっと回りましょうって言って、何箇所か回った中に最後に行った場所がとあるお寺で、ここのお寺にあの姿見の井戸っていう井戸があるんですよ。でこう覗くと水面に自分が映ったら長生きできる、ただ映んなかったらすぐ亡くなっちゃうっていうとこなんですよ。広いお寺でしてね、でそこ行ったんです。でまあ門抜けるとそこに本堂があって、で横に行くとあるんですよ、ちっちゃい別のお堂があって、その脇に姿見の井戸がある。そこ行ったらもう本当に横はすっごいお墓だし、木もバーってあって、なんか石柱もずっとついであって、でそこに行って、あ井戸があるっつってバーっと覗いたら、まあ水干上がっててなかったんですよ、映るわけなかったんですよ。でもう去年もそこ来たことあったんで、その時は怖いよりかはなんかいいとこだな、不思議でいいとこだなと思ったんですけど、当然今回もあんまり怖くなかった。でここまで来た時に、その南條さんって方がそこに混ざる話をし始めたんですよ。実はここの近くに住んでるカップルが昔って時に、僕とケイシさんこうやって聞いたら、あるタイミングでゾクッとして鳥肌立って怖くなったんです。ええと思った時に、南條さんも喋りながらこうやってるんですよ。で喋り終えました時に、僕さっきすごい怖くなったんですって言ったら、いや僕もです、僕もみんなだ、同じタイミングですよねって いた時に、上の方からバキバキバキッと音聞こえて、えって見たら木が揺れてるんですよ。でバキバキバキとなって、枝がどんどん落ちてきて、何かがドーンと落ちてきて、それがドーンドーンドーンって迫ってくるんです。ドーンドーンドーンって上へと時に、1メーターか2メーターぐらい前で止まったんですよ。で枝だらけなんですよ、何かが降りてゴンってきた。でもびっくりした、そうでびっくりした、ちょっとそんな感じでドーンドーンって時に、ライト持ってるんですけど、誰一人怖くて、その頭上木の上照らせないです、うん、階段の課題で3人が怖くて、で今落ちたとこ照らしても
枝は落ちてるけど何が落ちたか分からない、でもう一旦出ましょうっつって出たんですけど、出てからでも階段語るものとしてあれが一体何だったのか確認しないままって後悔すると思うんです、うんうん、戻りましょうって言って、うん、今度はカメラ回してその場所戻ってたけどやっぱり何もないんですよ、でもたくさんの枝は落ちたままなんですね、うん、何か大きなものがドーンってちょっと地面が揺れるぐらいのものが落ちたけどもうどっか行っちゃったっていう体験をしました、ね、枝が折れたって言いますけど結構太い枝があったんですか、結構そうです、まあ、僕の腕ぐらいはある枝が、じゃあ例えばやっぱり直撃したら大怪我とかするぐらいのもう物が落ちてきたってことですか、ただ枝ではないんですよ、枝はついでに落ちてきただけであってバキバキバキって枝が折れる音と一緒に何か大きなものがドーンって落ちたんですよ、でもその確認はその見つけられなかったです、しかもそれもないわけですよ、ね、ないです、しかもその姿見の井戸っていうねその綺麗に映ったら長生きするけども、うん、あんま綺麗に映らないと、まあ、命が短いよっていう井戸で干上がって自分が綺麗に映らなかった後の話ですね、そうなんですよ、うーわーとすっごい怖かったです、あれ久々に怖かったです、何だったんだろうと思って、その姿見の井戸って東京都内ですよね、そこであれなんですよね、綺麗に映ったら長生きする、綺麗に映らないと寿命が短いとかっていう話があるんですけど、もともとすごいこう水がね、潤沢にというかその潤ってる井戸なんですよ、だから誰が覗いても綺麗に映る、だからああよかったっていうその安心感が得られるようなためにある井戸と言われてる井戸が干上がってるって聞いたことないですよあんまり、いやもう去年も今年もずっと水ないですよあそこ、梅雨の時期以外は多分分かんないです、僕が見たタイミングがその2回だけなんで、僕が見た時が全部干上がっただけかもしれませんけど、なかったっすね、やばいんじゃないですか責任取ってよ責任取ってよ何なんかそれ初恋の相手ですね、鬼滅の刃で鬼に攻撃されてるみたいで羨ましい、羨ましいな、下の句羨ましいで合ってる合ってたんだ、いいなそんな目に遭ってみたい、さあ皆様はいかがだったでしょうか、この番組ですね、皆様からの不思議体験随時募集しております、個性的な怪談に揃っておりますのでぜひよろしくお願いいたします。